まあ疲れたんですけど、本当嬉しいです。やはりシード権が多い。やはり試合数が5、6試合ですか。少なくなるのは本当に、まあ、メンタル的なものですか。疲れ、連日だと本当に疲れ抜けないまま臨むしかない。楽に。とにかく後手に回ってなかったかなっていう。攻められることはもちろん何回かあったんだけど、その返しで逆に頭抱えさせるようなプレーできたっていうのが良かった。ファイナリストになれたっていうことで、まあ、チームのメンバーのおかげでもあるんで、まあ、それに応えられるように、まあ、一歩でもいい順位を目指したいと思います。